そうなんだけどね、でも11月ですかね、あと2ヶ月っすよ。そう、もう11月っすよ。もう終わるんすよ、もうすぐ、大変よね。毎年早いって言うけど、今日なんかね、あのポストに来年のカレンダー入ってたんですよ。いや、だって1日にはもう年賀状発売がどうなのってニュースしてたし、だから、ああもう年末なんだなと改めてそれみたいな感じて、もう知らすっていうのも近いです。もう再来週ぐらいからあれですよ、24日にあれが忘年会が一つ入ってる。なんかね、今年60歳迎えたじゃないですか。はい、あの定年退職が60歳っていうのが僕実感してきた、やっと。あ、そうなんですか。もう定年退職したい。年金60歳か支給してくれぐらい定年退職したいなっていうのが、あの時間が早くて、やりたいことがいっぱいあるわけさ、60になったら多分暇になるからこういうところやろうという思っていたことが一切できない。忙しいっすよ、だからバイクのメンテナンスもうちょっとしたいなと思ってたら1年間まろまろ乗らなかったり、まあ、心臓で、ね、倒れたかしょうがないんだけど、で今も単車洗おうと思ってても頭があんまり下に下げられないとかね、チェーンの手入れが大変とかね、はい、いろいろあるんだけど、でもなかなかね時間ないよね。前話してたんですよ、あのオートバイとか、あの後になって乗ろうって言って60過ぎて乗り出したら乗れないもう乗れないです。若い時からずっと乗っとかないと急に何かやろうっていうのができない。あとね、実は僕若い時からワーゲン乗ってて、自分でグリスアップしたらオイル交換とか全部やってたんで、一度やってるじゃないですか、一度やった人はできるんだよね。でオートバイのオイル交換も今自分でやってるんだけど、なんで自分でやろうと思ったのって聞かれて、そういえばそうだな、やっちゃったもん、前からやってんだもんな、いやできるからってしか言えないよね。ただ単に車が好きとかバイクが好きだからって言った方が良かったんじゃないですか。いや、あのこの年になってこと知り合いのバイクやったんとかいろいろあるから、持ってってやってったらやってもらえるんだけど、なんだなんだろうね、一つは自分でできるんだから。昔からオイル交換ってオイル買ってきて入れればとかなんか考えてる。そうですね、昔、今では多分ダメかもしれないですけど、昔はもう普通にガス欠とかすると普通に、何ですかね、ガソリン持ってって家に入れきれることって聞かれてます。だからね、もうガス欠するような年じゃない。もういつも余裕を持ってるんですよね、入ってるから。でも今の若い子でもガス欠して、なんかね、このガソリンを持って行ってる人たちも、でも傾向感もあるしね、それぞれね。でもそうね、あれちょっとお話はもう販売禁止になるし、そうですよね、身分証持っていくから、こう私が買いますって、昔はただ持ってけば、入れてくれる。だから、僕もツーサイクル用のバイク持ってたんで、ツーサイクルのオイルと、オイル交換、そういうのを置いてあったんで、草刈り機全部自分で混合してたわけさ。だから、2リットルとかガソリン買ってきて、500cc とオイルを混ぜて、ガシャガシャって、草刈り機で使うわけさ。で、使い切れなかったやつは、オートバイにガシャって入れて、で、余ったガソリンもオートバイガーって言って、そのままどうせツーサイクルだからって言って、やってたりしてたんで、今考えると怖いよね。やってますからね。今草刈り機2つ持ってるんだけど、ガソリン用とそのツーサイクルのやつと、これはこのオイルの混ぜ方、こっちはそのオイルです。考えなきゃいけないから、はい、そうですね。だから、子供の頃からそういうのを見てると、まあそんなもんなんだなと思うから、草刈りも、若い時にやってたとか見てたとかじゃないと、なんかね、とっても大変そうよ、とっかかりって、初めてやるとやっぱり怖いもん、ね、まあ、確かに分からないから、そうね。で、僕前からナイロンカッター使っていたんで、またナイロンカッターに取り替えようかなとは思ってるんだけど、鷹狩りしてるんで、芝生っていうか、庭の草を刈ってる時に、5センチぐらい残す。ナイロンカッターって分かる？草刈り機は、鉄の刃で切るのが、まあ普通とやないけど、その分あるんだけど、ナイロンが伸びて、ナイロンの回転で切るの、ナイロンカッターって、ナイロンっていう普通の羽みたいなやつで切っていく。
そういうのか。それはね、切れっていうか、確かに竿を余らせて切らなきゃいけないときには便利なんです。便利。あの土っていうか石のところに行くと、あの鉄の刃のやつは刃が欠けたりするし、でもナイロンも切れたりするので、で石をよく飛ばすわけです、うん、で痛いじゃないですか。なので、5センチぐらい上をこう滑らすようにしてカットしていくと結構あの楽なんだよね、うん、で、カッター草もナイロンカッターで切った方が結構細かくなっているので集めやすいっていうか、お結構あの端っこに積みやすいっていう感じがするん で、はい、で前から結構それでやっているんだけど、あのこの間っていうか今使っているのが前カッターだったら4枚刃のやつなんだけど、これもあの、細かい刃じゃないんでちょっと安全かなと思ってこれやってると、うん、これも高が利用なんで、ほう、まあ、あの材料いっぱい、材料とかそういう機械は、うん、草刈り機いっぱいあって、あのうちの神さんは1センチぐらいに切ってくれっていう、一部刈りみたいに、あの、はい、丸坊主みたいにしてって言うんだけど、あれやるともう石飛ばすんで、うちは砂利があるから、うん、なので高刈り、うん、石飛ばさないように飛ばさないように、まあそういう、なんか種類が増えたんだなと、うん、あすごいですね、うん、まあ、でも、はい、あのそろそろあの50、60になってくると農業とか土地とかが、うん、やりたくなる年なのかなと思って、うん、そうなんですか。あ、そうなんですか、ね、うん、まあ、やりたくなるよりもやらざるを得ないっていうか、余っちゃうっていうか、余っちゃう、遊んでるから、うん、遊んでる、うん、時間が、土地が、な、土地が、いいな、ね、それ羨ましい話ですよ。そうだそうだ、しかも遊んでる土地があるって、ね、うん、貸せばいいじゃないですか、ね、貸し土地。そう、あ、でも前も貸してたんですよ、うん、だけどね、人に貸しかも今あのバブル沖縄本島もなってきたんで、うん、いやでも畑って今回の19号と一緒なのでもう計算できないから、もう作物から露地栽培、はい、特にね、露地栽培はね、露地栽培は特に、うん、今はほら自分の趣味でやってるからまだやるけど、うん、これを本業にするっていうのは無理だと思う、まあ、いや確か土地がいくつもあっていくつも 作物作っててっていうんだったら分かるんだけど、はい、そうじゃなくてね、一つの作物だけやるぐらいの面積しかない、うん、もう中途半端だから、もうここはあの希少価値を目指して段栽培で走るとか、うん、そう、ちょっと高く出るやつを、いやそれと高く出る人は言ってるんだけど、あの那覇に近いから、うん、那覇の人に20粒ずつで貸そうかと、うん、はい、だからそしたら何十人かやる。